さあこのお時間はですね、学校クラスコンサート in 丸の内と題しまして、伊賀あゆみさん、そして山口雅俊さんご夫婦のねピアノデュオで演奏をしていただきます。会場にはねたくさんのお子様たちにも集まっていただいております。ぜひですねピアノの新しい可能性をねたっぷりとお楽しみいただきたいと思います。さあそれではお待たせいたしました、ピアニストの伊賀さん、山口さん、どうぞお越しください。はい、伊賀さん、山口さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、お二人はですね、今日披露していただくのが学校クラスコンサート in 丸の内ということなんですよね。普段はこう全国の学校でこうクラスコンサートをなさってらっしゃるということなんですよね。はい、そうなんです。全国各地の小学校に出向いて、音楽室に一クラスずつ聴いていただくというのピアノの周りをね囲んでもらったり潜ってもらったりなどもしてもらってるんですけれども、今日はそのコンサートをねこの丸ビルでできることを楽しみにしてまいりました。そうですね、今日は舞曲の曲が多いので、ぜひ皆さんも音楽に合わせて体を揺さりながらリズムをとって楽しんでいただけたら嬉しいです。そうですね、ここはコンサートホールではないので、オープンな、ね、開かれた場なので、ちょっとこう動いちゃったりしてもね全然大丈夫なので楽しんでくださいね。まあでもじゃあ普段はクラスのコンサートってことですから、すごい贅沢は贅沢ですね。そうですね、間近でね私たちも聞いてもらうのはなかなかない経験ですよね。そうですね、もう本当に子どもたちが音楽を思い思いにこう全身で感じながら聞いてくれてるのを私たちも感じるで、とても興奮しながらいつも演奏してますね。でそうやって音楽を通じて子どもと心を通じ合えるっていう活動を私たちはとても大切にしてますので、今日このような丸の内でも演奏できることをとても楽しみにしていました。ね、この距離でもね、随分近いですもんね。なんか皆さんの顔も、ね、よく見えるし、はい、手元なんかもね注目してもらえるといいかなと思います。そうですね、結構ねアクロバティックな演奏ですのでね、ギューって見ててくださいね。でお子さんもね今日たくさん来てくださいました。ちょっと皆さんにね聞いてみようかな。学校のね音楽の授業好きだよっていう方手挙げてみてください。ありがとう、後ろの方にちょっと後ろの方にいましたね。今ちょっとねリモートっていうかね、ありがとう、ありがとうクラスでみんなでね大声を出す元気に歌うっていうのがちょっと難しい期間もありましたけどね、これからまたみんなで歌える日があるといいですよね。じゃあピアノ好きだなっていう方手を挙げてみて、お元気よく、おすごい。じゃあ何かこうピアノとかいろんな楽器があるよね、なんか楽器習ってるよっていう子いますか。おすごいピーン、おーすごいですね。はい、じゃあ今日はねここが大きなねみんなの教室なので、ぜひ楽しんでください。では伊賀さん、山口さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは早速演奏したいと思います。まずは元気な曲を演奏しますのでね、皆さんにもなんか心ウキウキするようなね気持ちになってもらえたらと思います。普段の学校クラスコンサートでは最初に楽器についての説明もするんですね。ピアノね大好きな人、習ってる人もいっぱいいましたが、まあ、楽器についてももうちょっとね詳しくなってもらおうと思うのでちょっと説明しますね。いつもね音楽室とかね学校でもピアノ何台も見てると思うんですけれども、この楽器が最初に作られたのは今から300年ぐらい前なんですね。イタリア人のクリストフォリという人が発明した楽器なんですね。何を発明したかというと、音の出る仕組みで、ピアノはねここに白と黒の鍵盤がありますけれども、音をこうね鍵盤こう押さえると中からねハンマーというのが上がってくるんですね。でそれがここにいっぱい弦が張ってあるんですけれども、下から、ね、この弦がここにあったらハンマーがこうやってね打って音が鳴る仕組みなんですね。これを発明してピアノが誕生したんですね。でクリストフォリさんが最初に作った時には鍵盤の数は50個ぐらいでした。このぐらいかな。じゃあ今何個あるかな、ね、100年200年とね時を経て改良されて増えていきました。何個あるか数えてみましょう。ピアノはみんなから遠いところが低い音がして太くて長い弦が張ってあります。でこっちに行けば行くほど高くなるので弦が短くて細いんですね。行きますよ、1、2、3、4、5、6、7。
早くてね難しいと思いますが、これ全部で88あるんですね。今日覚えて帰ってくださいね。88個も音が出せる楽器はね他にもありませんね。ピアノは楽器の王様と呼ばれているんですね。で王様なのですごく大きな体してますよ ね。これをコンサートグランドといって一番大きなグランドピアノなんですね。いろんなサイズがあるんですけれども、これが一番大きなサイズでだいたい500キロくらいあります、ね、押しても動きませんし、あの私たち自宅にピアノあるんですけれどもね、自分のピアノ担いで何百キロも持ってこれないので、ピアニストっていうのはそこにある楽器で弾かないといけないっていうのがね大変なんですね。バイオリンとかフルートとかねチェロとかでさえもね自分で持ってきて弾きますよね。だけれども1台のピアノでいろんな人が弾くと音が変わる、演奏が変わるんですよね。そういう楽しみ方もピアノの魅力かなとも思っています。で、そうですね、手以外にも使うところがあって、足元にもねペダルというのがついているんですね。例えば右のペダルは、ね、指を離しても右のペダル踏んでたら音が響きますよね。滑らかにつなげてくれますし、大きな音とか出すときすごく豊かな響きも出してくれるんですね。反対側の左のペダルはちょっと聞き比べてみましょうか。まずじゃあ踏まずに弾いてみますね。ちょっと一瞬なので違いが伝わったかどうかあれですけど、でも弾いてるとものすごく違いがわかるんですが、ちょっとこう音が弱く柔らかくなったように感じたかなと思われるんですね。ソフトペダルといって弱くしたり音色を優しくしたりするのに使うペダル。真ん中のペダルもね面白くてね、例えばドの音、これ残したいと思って真ん中のペダルを踏むとね、よく響いてますよね。でも他の音は他の音は響かない、そういうちょっと特殊な効果があります。ピアニストね手だけ使っているように、ね、思うんですけれども、指ももちろん手も腕も使いますし、頭でいろんな考えを、ね、働かせていろいろイメージして心で感じたことを足も使って全身で表現しているんですね。さて今日はところで私たちは連弾の曲を演奏するので、連弾についてもね皆さんに詳しくなってもらいたいと思います。今ね2人で弾いたのを見てもらったんですけども、1台のピアノを2人でも3人でも4人でも、ね、何人かで弾くことを連弾って言うんですよね。そうなんです、ギネス記録はなんと12人で弾いてるそうなんですね。とても12人ここで並べないので、前の人はこうやってしゃがんで弾いて、後ろの人がこう指を入れたりしてカールガーリー演奏して12人をで演奏してるっていうのが YouTube であるんですね。曲はラビニャックのギャロップマーチという曲を使って、とても壮大な演奏シーンが見れますので、皆さんちょっと検索してみてください。で皆さんモーツァルトって知ってますか？もうね知ってるよね。トルコ行進曲だったりとても名曲を たくさん書いた作曲家ですけども、この連弾を広めたのは実はモーツァルトなんですね。やはり天才は違いますね。モーツァルトはお姉さんと一緒に弾くために連弾曲を作って、それをコンサートで演奏したところ、お客さんがとても喜んでくれたので満足げになって、たくさんの連弾曲をその後書いていきました。そして後の作曲家たちはそんなに人気がある連弾だったら僕たちも書いてみようということで作っていったんですね、はい、でその作られた中で今日ね一番有名な、ね、連弾曲ってなんだろうなって考えた曲があったので、それを演奏してみたいと思います。ブラームスという人が作ったハンガリー舞曲5番これは音楽の教科書にもね5年生ぐらいかなに載るのでね、聞いたお友達もいるかもしれませんね。でもどこかで耳にしたことがあると思います。普段ね連弾のコンサートでねよく一番弾かれる曲かなと思います。あ、ちなみに私たち夫婦なのでちょっとマスクはなしで演奏とトークさせていただいています。最初に言うの忘れてましたじゃあハンガリー舞曲第5番を聴いてください。
こかでね耳にしたことがあるかもしれませんね。本当にお森にも人気で楽譜も飛ぶように売れて、いろんな楽器でも演奏されるようになりましたね。今のがオーソドックスな連弾の基本のスタイルなんですね。私がこのピアノの高いところに座っていたのでメロディーを担当していました。で、正俊さんが下で伴奏と、リズムだったりハーモニーを作ってたんですね、下で、はい、このように役割分担をしながら自分の目の前にある高さの音を弾くというのが基本的なスタイルでモーツァルトがね連弾を作るようになってから200年ぐらいずっと150年、まあ、そのぐらいこのようなスタイルが書かれてきたんですけれども、まあ、最近になってね新しい連弾というのもどんどんできてきまして、私たちは進化系と呼んでいただいているんですね。何が今のと違うかというと、ね、役割分担せずに、例えば私が上に座っていても相手のこう手を飛び越えて低い音を弾いたり、ね、正俊さんも高い音を弾いたり、お互い4本の手で難しいことをしたり、で手をクロス、体をクロスとかいろんな動きも交えながら新しい、ね、連弾の魅力を皆さんにお伝えしたいなと思って活動しているんですね。で知らざる世界でねまだいい曲がいっぱいありますので、そういうのも発掘して世界初演日本初演なんかもしています。今日はじゃその進化系をね聞いていただきたいと思いますが、オリジナルのアレンジで星条旗を永遠なれというね吹奏楽ブラスバンドで有名なマーチ更新しているような曲なので、ちょっとね皆さんも心の中で更新しながら聴いてもらえたらな。あと手の動き体の動きにも注目してください。では聴いてください。Thank you.
皆さん、山口さん、ちょっとすごすぎてですね、なんか圧倒されてしまいましたね。かっこいいですね。ありがとうございます。ちょっとね、みんなびっくりしちゃったんじゃないかなと思うんですけど、いや、ピアノって本当に楽しいなってね、改めて思いますね。はい、では伊賀さん、山口さんに引き続きよろしくお願いいたします。はい、それでは続いて、来年生誕150年を迎えるラフマニノフという作曲家のイタリアンポルカという曲を演奏いたします。あのラフマニノフって言ったら身長が198もあったんですね。私が181なので見上げるぐらい大きかったんです。そして手もとても強大で、歴代のピアニストたちの中で一番大きかったと言われているんですね。でラフマニノフは日本ではショパンと並ぶとても人気の作曲家なんですけれども、あの彼の作った前奏曲鐘というタイトルの曲はあまりにも人気が出たので、ミッキーマウスがディズニーの映画で弾いたほどなんです。いや、弾いたほどなんですね。でこれから演奏しますイタリアンポルカはラフマニノフが旅行でイタリアに訪ねた時にたまたま耳にしたメロディーに、音楽をつけて連弾曲に仕上げたんです。今日は3つのバージョンを続けて演奏します。1つ目と2つ目まではラフマニノフのオリジナルですね。最初は連弾バージョン、そして2つ目は連弾にトランペットが登場するバージョンです。今日はトランペットの音もピアノで演奏してみたいと思います。そして3つ目は私たちのアレンジで締めくくりたいと思います。とてもあのポルカっていったら陽気な曲ですので、あの、ね、体をゆすりながら聴いていただけたら嬉しいです。それではイタリアンポルカです。Thank you.
最後一曲おまけで、すいません、あの皆さんに音楽に手拍子で参加してもらってもいいですか。今イタリアンポルカだったんですけども、今度もザティンという人のポルカなんですが、途中私たちがまずピアノで弾いてます。で足踏みをするので、そしたら手拍子の準備をしてください。そしてなんとこの曲ではこれが使われる曲なんですね。で私がと吹いたら手拍子でトントンとお返事してください。ちょっと練習いいですか。はい、簡単ですね。では皆さんと一緒に最後盛り上がりたいと思います。